ーディアンベースへの転送許可を受けるためにあるテストを受けてください。エリア C にて一般市民に紛れガーディアン隊員が隠れています。彼らを探し出しテスト合格の証を受け取ってください。ちょっと待って、カンパニーの警備隊がパトロールを始めたみたいだわ。パトロール？今までそんなことしてなかったろ？セルタンカンパニーもさっきのイレギュラーを警戒してるのかしら。変身したままだと危険人物とみなされて攻撃されるかもしれないわ。それに町の人も怖がって話を聞いてくれないかも。とにかく町の中で変身するのは危険みたい。気をつけてね。君、転送許可をもらうためにテストを受けるんだろ。この町のあちこちに我らガーディアンの仲間が4人隠れている。仲間を全員見つけることができればテストは合格だ。それではテストを始めよう。頑張るんだぞ。私はベースに戻ってるわ。テスト頑張ってね。やあ、よく僕を見つけられたね。そうそう、パトロール中の警備隊には気をつけなよ。奴らはライトが緑の時は攻撃してこないけど、武器を持ってることがバレると容赦なく攻撃してくるんだ。さて、僕はベースに戻ってるね。君も頑張れよ。ダメージを受けちゃうからあなたが来るまでじっとしてたんですよ。はあ、怖かった。これでやっとベースに帰れます。
ぜ。よくこんなところ見つけたな。すぐにでもガーディアンのメンバーに入れてやりたいくらいだが、坊主にも運び屋の仕事があるだろうから諦めるとするか。わしゃ先にベースに戻っとるよ。じゃあな、坊主。お疲れ様。全員見つけることができたみたいね。最後にエリア C2 にいる仲間からテスト合格の証を受け取ってきて。それでテストは終了よ。テストは終わったようだな。ほら、これを持ってけ。ぬいぐるみ。これが合格の証なのか。それはプレリー様がとても大切にしているものだ。丁寧に扱えよ。これでテストは終了だ。私の後ろにある部屋にトランスサーバーがあるから、ミッションレポートを出すのを忘れるなよ。の遂行ご苦労様でした。ガーディアンベースまでの転送許可がおりました。トランスサーバーでガーディアンベースまでお越しください。船だったなんて。ガーディアンは世界各地の調査をしているから、移動できる方が便利なのよ。とにかくお二人ともご無事で何よりでした。そうだプレリー、拾ったコンピューターチップを渡しておくよ。それとテスト合格の証明ってこれでいいのか。これもお姉ちゃんからもらった大切なものなの。持ってきてくれてありがとう。おいバーン、いくらなんでも呼び捨てはまずいだろ。いいか、この方はな。いいんですジルウェさん、とにかくお二人を危険な目に遭わせてしまいすみませんでした。今からすべてをご説明いたします。この部屋を出て左にあるブリッジまで来てください。